本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁で雑ギターこその時間帯でやってこまいということで、今日も早速やってこまいということで、今日はそうです、冬が来る前にやってしまいましょう、枯葉で。今日は何をやるかというと、お決まりのバッキングがあるので、これを元にちょっとアレンジしてみようかなと思います。という感じ、こんな雰囲気の曲ですね。今ソロでやりましたけども、ね、マイルス・デイビスとかもやってるすごい有名な曲、特に日本ではすごい、秋はねもうやりますね、秋じゃなくてもやります、とりあえずねやりましょうということです。で、前回はメロディーの弾き方2通りやりましたね。なのでこちらのメロディーの使い方もちょっと重要になってきますので、まだ見てないという方はぜひぜひ見てください。で、バッキングのやり方いろいろあるんですけども、ちょっと今日はもうお決まりのパターンをまず押さえて、これを中心にちょっとアレンジしていこうかなと思います。はい、ということで枯葉のコード進行一緒にやっていきましょう。で、キーが B フラットメジャーとなりますので、最初2-5、ここの Cm7、F7 から始まります。うん。で、Cm7、F7、B フラットメジャー7、うん、E フラットメジャー7、Am7 フラット5、D7、Gm7、G7、で、Cm7、また戻る。F7、B フラットメジャー7、E フラットメジャー7、Am7 フラット5です。D7、Gm。で、Gm もう一回やって、ブリッジ。Am7 フラット5、D7、Gm 行って、G7 行って、Cm7 行って、F7 行って、B フラットメジャー7行って、E フラットメジャー7行って、Am フラット5行って、D7 行って、Gm7、C7、Fm7、E、B フラット7、で、E フラット、メジャー7。で、Am7 フラット5、D7 行って、G。で、頭に戻るなら、ここ7、そばるなら Gm7 終わる。うん。という感じの曲となってます。はい、ということでコード進行のパターンが分かったので、早速曲のバッキングやっていきましょう。もうお決まり、全世界を共通と言っても過言ではないお決まりのね、あるので、ワンツースリーフォー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 という、全部このリズムでやっていきます。なのでもうコードフォームはここ、6弦5弦、ここが一番やりやすいね、ギターのね。なのでここで使ってやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。で、今度 B フラットメジャー7、E フラットメジャー7、このポジション。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォーと。で、次 Am7 フラット5と D7 ね。このフォーム使っていきます。Am で、フラット5。ここにフラット。コードはフラットするんで、ここを押さえます。うん。これも、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと。ね。で、最後、Gm。ここと、で、セブンス、ここ。ここ半を上げればいいからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーという感じになります。で、A セクションの2回目はセブンス行かないで、Gm のまんまなので、このまま行って、ここの6に降りてもかっこいいですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと。いう感じでやっていきます。で、ブリッジの場合も全部同じ使ったコードをやっていけばいいです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ね、同じ全部コードフォーム使っていく。で、ここも使っていけばいいねになるからね、リズム的に言うとね。うん。で、ここのところは2拍ずつの2-5の連続は何でもいいんですけども、ベタでやってもいいです。ここベタでやる人が多いかな。うん。で、人によっては Gm 行って、このまま半音下がってF-7 行って Bb7 行くこともあります、うん、ここは人によってで、その場の雰囲気で。なのでパターンとしましては、
うパターンか。とベタでいくか。うん。みたいにちょっと狂っていくか。ね、いろいろありますので。基本的なのはもうベタでここやり過ごせばいいと思います。ね。うん。で、最後の E フラットとか4小節ね。と、ここいきなり A マイナーフラット5行ってもいいし、E フラットメジャーのとこ行ってこうやって行ってもいい。うん、どちらでもいいです。コード上はこうなってるけども、機能的には同じなのね。うん。うん。というパターンになります。なので基本的に1、2、3、4、1、2、3、4という感じでなってます。まあこんな感じだよね、バッキングやるとね。で、ここで終わってはゲーがないので、これに一ひねりちょっとしてみようかと思います。うん。で、僕はよくウェス・モンゴメリーが使うオクターブのバッキングっていうのを使います。なんだっていうと、オクターブによって余計な音がないですけども、最低限のコードとこれでリズムをちょっと与えてるんですね。なのでこのやり方をちょっと枯葉に応用してみます。